朝方4時ぐらいからの配信をつけてますけれども、いかがお過ごしでしょうか。ここ最近は肌寒くなくてね、割と暖かい気候で、でもなんか太陽光っていうのはなかなかこう出てくれなくてね、ちょっと寂しいような感じはしますけれどもね、皆さん体調とか崩してないでしょうかね。ちょっと心配なところでもあるんですけれども、僕は結構割と元気な方でね、意外と順調にやっていますが、もともと僕その実を言うとね、そのもともとなんですけど女の子が好きだったんですね。で特にアダルトビデオとかなんかでも、その女の子のなんか体結構見てて、すごいなんか興奮した思いがありますけれども、でもそういうふうにことばっかりやってると本当バカになっちゃうんで、別のことをしようって前から思っていますけれどもね、今日なんかはね、自分の家のポストにね、名刺をちゃんと入れてみたりだったりとかしましたしね、あとはその何て言うんだろうな、ちゃんとウーバーの配達中はね、お連れにちゃんと不足がないようにちゃんと事前に準備をしてから行くとか、ちゃんとしっかり今回はやりましたしね。でそういう風にしてこう内勤とかをちゃんとしっかりしてると、なんていうのかな、普段の意識もこう高まってね、仕事上のミスとかいうのも減ってきて順調に行くようになるわけですね。で友達なんかと会いたいとか家族と会いたいっていう思いはあっても、そこをあえて我慢することによって仕事に集中しやすくする環境を自分から作って、で成果を上げるっていうことをその昔からやっていたんですけれども、ね、でもなんか疲れてきちゃうんですよね、そういうのってね、あんまり根詰めてやると。だからなんか正直なことを言うと寂しいなっていつも思ってね。でもなんかこう自分のそういう純粋な部分っていうのが抜けてくると、なんか新しく建設する建物なんか減ってきそうとか、なんか商業的な面でもちょっとなんか不利を被るんではないかって、そういう不安からですね、未だにこう自分からこう手を出してこうなんかこうそういう人間関係を深めるっていうところまではいけないっていうのが現状で、で特に性的指向として女の子のどういうところが好きかっていうところなんですけれどもね、結構匂いです。匂いが僕好きですね。なんかふんわりしたこうなんか甘いような感じの匂いっていうか、ああいうのがなんかこうなんか息苦しい世の中ではありますけれども、なんか唯一の癒しというかそういう感じですかね。なんか独特のなんか華やかな匂いというか、もちろんなんかその臭いと思う時もまだあるんだけれども、それも含めてなんか匂いが僕好きですね、あの女の子が。それ以外はあんま興味ないですけど、結構僕はね、その昔から鼻がいいから、例えば音楽なんかでもその例えばライブ会場の匂いとか独特の雰囲気が好きとか、そういうのもありますし、あとはその
鼻がいいとなると呼吸も結構その重要だから、そのボーカルのその面の技術の面でも結構アドバンテージがあるしね。あとは危険を察知する能力もまあそれだけ高いわけだからね。だから掃除なんかが上手いとかいうのもそうですし、いろんな面であるんですよ、そういうのはね。でそういうのはやっぱ普段から高めてくれるのが女の子とかそういうので、普段からそういう匂いっていうものに対していろんなところから刺激が来るから、だからなんかこう普段から愛してるなっていう感じがするっていう感じですかね。うん、でも同時にこう昔からそうなんですけど、すごいねその射精のその G 行為とかオナニーっていう欲もすごい同時に高まるから、そういう意味においてはね、つかず離れずとかいう状況しないとまずいし、しかもつかず離れずでも少しずつ抜かれる感じがするっていう特徴でね。だからね、あの女の子に近寄りすぎるっていうのも相当な、まあ、リスクがあるわけなんでね、でも僕はまあそれは好きですけれども、でも姉がいた頃もそうですしね、あの母親もそうでしたけど、なんかあの頃はいろんな病気に悩まされていたからね。だから彼女なんかいっぱいできてしまったらそれこそもっと病気になるのかなって思うとね、あの綺麗な見た目とは裏腹、あの結構怖い面があるなってすごい思いましたけれども、いやちょっとコーヒーが美味しいな。すいません、お鳴らしちゃいました。でまあ、ちょっと元気がね最近ないなと思っていたんで、まあ、動画を撮ってこういう風にあの喋ってね、ちょっと便通を良くするとかしたりしてますけれども、その他にもね、あの電車に乗るっていうのがいいんですよね。あの例えば JR でいうと中央線とか、あとは南武線でもそうなんだけども、そういう風に電車に乗って旅行に行くと、その電車に乗ったそのなんていうのかな、あの動力というかその力によって躍進する力っていうのが湧いてくるから、だからそういう小旅行みたいなものがあの今後本当に必要になってくると思うからこそね、今その GoTo トラベルキャンペーンなんかもいろんなところで出てますからね、皆さんもあのぜひあの躊躇せずに旅行にどんどん行ってほしいなって思います。それこそ昔はね、その会社員さんなんか毎日のように電車に乗ってこう通勤してたぐらいですからね、もうちょっと皆さんね、そういう旅行を促進するようなそういう動きをしてもいいのかなというふうに思いましたけれども、では、この辺で動画を締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、グッド評価、コメント等もお待ちしておりますのでよろしくお願いします。ではバイ。